はね、なんとか終わって、ちょっと明るいとこでもう一回撮ろうと思います。ちょっと暗いね、リアルな感じを撮ろうかなと思って、これからヘアセットして着付けに行って、それでもう一回撮ろうかなって感じです。それでは、真っ暗ですが、すごい外がね、すごい綺麗なの。映んないね。朝焼けがね、綺麗なんだけどね、全然映んないね。こんな感じで、まずは髪の毛をセットしていきたいと思います。行ってきます。今髪の毛をセットしてもらってきました。前撮りの時はね、髪の毛前髪こう垂らしてたから、ちょっとこういう感じ で小さいお花をいっぱいつける感じが好みなので、こんな感じでセットしました。これから着付けに行ってきます。が終わりました。こんな感じ。やっぱりね、前撮りと髪型を変えたからね、同じ振り袖でもだいぶ印象が違うと思います。それでは一旦お家に帰ります。一旦帰ってきました。ってことで、メイクとヘアを紹介したいと思います。髪型は前撮りの時に前髪を出してたので、こういう感じで斜めにして、小さい飾りいっぱいつけました。こんな感じ。こんな感じです。でメイクは普段ね、つけまつけない人でも前撮りとか成人式の時ってたくさん写真撮ると思うので、つけまつげをね、ナチュラルなものでもつけた方がいいと思います。私も今日ナチュラルなのをつけてます。そして今回ネイルがこんな感じの、このね、襟元の青系にしてみました。久々にセルフじゃなくてちゃんとネイルサロンに行ってやってきました。なんかね、和風ではないこういうキラキラな感じで差し色にしてみました。やっぱりね、ネイルするとテンションが上がるので、もし行ける人はネイルもやった方が楽しく成人式迎えられるかなと思います。もうすぐ式に行ってくるんですけど、一つね、皆さんに告知というか投票のお願いをしたいです。全国振袖なでしこ総選挙かなっていうのに参加エントリーさせていただいています。で、そしてですね、毎日1回戦1票、1人1票じゃなくて毎日1票入れられるので、下に URL を貼っておくので、そこからぜひぜひ春野に1票を入れてほしいです。よろしくお願いします。あとね、実は振袖はお母さんの振袖です。で、お姉ちゃんも来て、この辺の小物類ですね、髪型とか、その辺は新しい最近のものを入れて、振袖自体はお母さんの振袖を着ています。今回ですね、この小物類っていうか、ここの襟元とか帯締め、映んないこの鈴がついてる帯締めとか、この紫のとか揃えたのは、平塚市にある絹の柳屋っていう
絹の柳屋さんっていう、私がよさこいをやっててお世話になった三代目畑氏さんだったんですけど、畑氏のひろくんがそこの三代目で仕立てていただきました。いろいろ合わせていただきました。なのでもし神奈川県に住んでる方、すごいね、いろんな着物あると思うので、ぜひこれから成人式の人はぜひ行ってみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。これから行ってこようと思います。そして投票もよろしくお願いします。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。